男にゃちは。昨日のリベンジで今日は絶対にガブを引くぞ。あ、あんた昨日ルシファー引いてたじゃない。そうだぜ、完全に飯まずだったぜ。それに関してはすみません。あ、でもタチエが可愛いから許してくれるって優しい視聴者さんもいたよ。それに関してはニトフィー君に感謝だな。それはそうと、オーブは昨日使い切ったはずなのに。なんでこんなにもあるのよ。半年ぶりに課金しちゃった。正直に課金したっていうところがあんたらしいわね。まあそんだけガブリエルを当てたいってわけだな。一応今日も30連つけるけど、ガブが出たらやめるね。兄貴とヨシさんをサポートするためにも、あんたがたくさんキャラ集めないとね。そういうことです。さあ、今日こそ止まってくれるかな？お、止まった。ぐう、これはアルキメデスだね。串灘の介護官だから、倉庫版ね。出だしは微妙な感じだったな。でも、久々に止まったからドキドキしたよ。確かにそうね。じゃあ、ちゃちゃっと20連目引いちゃうね。なかなか確定の文字は来ないわね。ボイスなら昨日聞けたけどな。確定の文字は、多分自分の端末では一度も見たことないよ。私も動画でしか見たことないぜ。今回も止まってくれればいいけど。はい、バッチリ。今んとこ、20連してアルキメデス一体か。まずい、このままだとかなりの飯馬動画になってしまう。さあ、泣いても笑ってもこれで最後よ。この10連に全てをかける。いや、重たすぎんだろ。カカ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 カそうだね、これは完全に来たかもね。とか言いながらまたルシファーだったりして。いや、さすがに今日はガブを引きたいよ。頼む、なんとか止まってくれ。お、止まった。こっちが来たかー。確かに、カムイも持ってなかったね。カムイはいろいろ連れていけるし、なかなかいいだろ。でも、完全にガブリエルを期待してたものね。もう、来月の3周年ガチャに期待するよ。残り2つは星4だったな。まあでも、カムイは1体は欲しかったし、今日もいい感じの引きだったと思うよ。あ、それはそうと、早速生声のモンストも上がってたわね。そうそう、モンストを始めたばかりの兄貴とヨシさんを連れて、コミチンが不動明王に挑んでたよ。あの二人、大丈夫なのかよ。まあそれは、動画を見てのお楽しみってことで。まだ見てない人は、ぜひ見てみてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。